サンラフェルは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、北海岸部マリン郡の都市であり、同軍の軍庁所在地である、サンフランシスコ米エリアのノース米に位置している。2010年国勢調査で、の人口は57,713人だった。サンラフェルとなっている場所には、かつていくつかの海岸、見奥属インディアンの集落があった。すなわち現在のサンラフェル市中心街近くに、 アワニウィ、市内のテラリンダ地区の近くに、エウーお及び市に近いマリンウッドに、ショトモコチャの各集落だった。メキシコがスペインからの独立を果たす4年前の1817年12月14日、現在のサンラフェル市中心街に、メキシコの植民地アルタカリフォルニアにおける、スペインのカリフォルニアミッション第20番目の伝道所として、大天使セラファエル伝道所が設立された。 設立したのは、サンノゼ伝道書のナルシソデュラン神父、サンフランシスコデアシス伝道書のアベラ神父、ライグレシアデヌエストラセニョーラ、レーナデロスアンヘレスのルイスヒルイタボアダ神父、および伝道書群の筆頭神父である、フニペロセラ神父だった。大天使聖ラファエル伝道書はその下にある伝道書に、続くロバドーに位置していた。この伝道書、サンラフェル氏は、癒しの天使である。 大天使ラファエルにちなんで名付けられている。この伝道書は当初寒いサンフランシスコのドロレス伝道書で病気になってきたセントラルバレーインディアンのために病院として計画された。ルイスヒル神父はインディアン語をいくつか話せる人であり、その施設の責任者になった。サンラフェルの理想的な気候のせいもあって1822年には正式な伝道書に格上げされた。 その最初の年に300人を回収させ、1828年までの回収者は1140人になった。メキシコ政府が1834年にカリフォルニアミッションを引き継ぎ、セーラファエル電動所は1844年に放棄されて最後は廃墟になった。現在ある電動所は1949年に当初の様式で再建されたが、 当初の配置とは90度曲げられている。1879年にサンフランシスコノースパシフィック鉄道がサンラフェル市を通り、1888年には全国的な鉄道網に接続された。サンラフェル市のキャナル地域サンラフェルは北緯37度58分25秒、整形122度31分52秒。 北緯37.97361度整形122.53111度、37.97361-122.53111に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は22.4平方マイルであり、この内陸地は16.6平方マイル、水域は5.8平方マイル、水域率は26.04%で、 ある。著名なランドマークとしては次のものがある。サンラフェルの海岸線はその歴史の中で土地開発に供するために湾の泥を厚さ90フィートまで積んでかなりの範囲を埋め立ててきた。マーフィーズポイントのような特定の場所では佐賀があるいは結岩が泥の中から露出している。サンラフェルでは高度の高い地域にある森林から沼地や川口の地域まで幅広く多様な 野生生物の生息域がある。沼地には絶滅危惧種の遠征小宅家ヤネズミが生息している。サンラフェルクリークやミラークリーク回廊など川岸に住む生物の地域もある。サンラフェルの気候は海洋性西海岸気候にあり、冬は温暖で氷点下になることが滅多にない。太陽の低い季節でも日中の最高気温は下市50度台半ば、最低気温は 下市40度台半ばである夏の平均最高気温は夏80度台前半、最低気温は夏50度台半ばである。アメリカ国立気象局によれば、8月が通常最も暑い月であり、最高気温は夏81.3度、最低気温は夏54.8度である。このことで、平均的な状態ではこの地域で空調なしでも生活できる。 1>, 1月が最も寒い月であり、最高気温は歌詞56.2度最低気温は歌詞41.3度である。過去最高気温は1961年6月に記録された下肢110度である。最近では2006年7月23日に下肢108度が記録された。過去最低気温は1990年12月22日に記録された下肢20度である。 年間平均で、下肢90度を上回る日は19.5日、下肢100度を上回る日は2.1日ある。氷点の下肢32度を下回る日は4.2日ある。年間平均降水量は34.29インチであり、計測可能な降水日は平均して、年間68.5日ある。雨の多い季節は11月から4月初旬である。この期間以外での降水は稀であり。 6月から9月には雨が降らないのが通常である。1ヶ月間の降水量が最も多かったのは1995年1月の24.11インチ、24時間雨量で最も多かったのは1995年12月11日の8.74インチだった。降雪は稀で1976年1月30日にいくらかの雪が記録された。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。サンラフェルは民主党の強い地盤である。2010年1月5日時点で市内には28,169人の登録有権者がおり、その中で15,646人、55.54%は民主党、5,516人、19.58%が共和党を支持しており、 5932人21.06%は支持政党の減明を拒否した。サンラフェルの姿勢は一人の選出された市長と四人の選出された委員からなる市政委員会が統治している。現在の市長はアルバート・ジェー・ボロである。市政委員の任期は4年間であり、2年ごとに半数が改選されき数年に任期が終わる。 ボロイチ長と市政委員のコノリーとブロックバンクは2011年に改選される。残りのヘラーとレビンは2013年に改選される。サンラフェルに本部を置く会社の中でもオートデスクとウェストアメリカ銀行が著名である。クリストファー・ B ・スミス・ラフェル映画館1973年の映画アメリカングラフィティに登場した1970年にジョージ・ルーカスが 映画、サンクス1138を撮影するために、サンラフェルに来て以来、サンラフェル氏は、娯楽産業、特にそのハイテク分野の中心になった。映画制作会社、ルーカスフィルムを1971年に設立し、世界的にヒットした映画、スター・ウォーズや、インディ・ジョーンズのシリーズで有名になった。この会社の機能のいくつかは2005年に、サンフランシスコに移された。 ユニバーサル映画制作の映画アメリカングラフィティの一部はジョージ・ルーカスの監督でサンラフェル中心街で撮影され映画サンクス1138の一部はサンラフェル市内にあるマリン郡市民センターで撮影された。イーサン・ホークが出演した1997年の映画ガタカもマリン郡市民センターで撮影された。 ルーカスが1975年に設立したインダストリアルライトマジックは自作映画や他の制作者の映画の特殊効果を撮影するためのものである。ニューエイジミュージックの番組ハーツ・オブ・スペースがここを本拠にしている。ルーカスフィルムが市内にあることが寄与してサンラフェルはテレビゲームの開発者を引きつけるようになり、いくつかの主要スタジオが市内にある。しかし、 市指導層の力不足とキャナル地区における効果のないゾーニングのためにルーカスアーツをはじめとして大半の会社はサンラフェルを離れた。以下はその制作会社のリストである。サンラフェル市内には多くの公園がある。ドミニカン大学メドーランドホールサンラフェルにはドミニカン大学という唯一の大学がある。またアリアクバル音楽カレッジもあり、インド人の音楽家あり、アクバルカーンが インドの伝統音楽を教えるために設立した。市内の公立学校の大半はサンラフェル市教育学区が管轄している。リキシー教育学区は市内北部のいくつかの小学校と中学校を運営している。普通科高校のすべてはサンラフェル市教育学区が管轄している。高校はサンラフェル高校とテラリンダ高校及びオルターナティブ高校のマッドローン高校である。 上記教育学区で運営されていない、公立学校としては、州のチャータースクールである、フェニックスアカデミーがあり、ドラッグやアルコールのない生活様式を開発し、学術的な発展を推進し、感情問題を重視し、完全な経歴と職業的意思決定を行う、科学志向の学校である。この学校は、高度に構造化され、監査されたプログラムを提供している。 私立学校には次の学校がある。420という言葉は、大麻の消費に関して使われるとき、サンラフェル市、特にサンラフェル高校で始まったと考えられている。そのとき以来、420はアメリカ合衆国中さらに世界中に広まった。4月20日午後4時20分は、放課後に最初のグループが大麻を吸う目的で集まった時刻である。 サンラフェル市内のすべての場所が広く受け入れられ広く、認められた名前のある地区に入っているわけではないが、地元住人の大半から受容され、認められている名前を持つ地区がいくつかある。市の2020年総合計画では30の地区を認めている。ありがとうございます。